ビル・ブライソンは、アメリカ合衆国アイオワ州デモイン出身のノンフィクション作家、随筆家。ユーモアたっぷりの旅行エッセイや、言語、科学に関する著作で有名。ビル・ブライソン、ダラム大学カレッジと聖堂をバックに。1951年アイオワ州デモインで誕生する。1972年、ドレーク大学を中退し、ヨーロッパを4ヶ月旅する。 1970年代、イギリス、サリーのバージンディアウォーターの精神病院に勤務する。そこで看護師をしていたシンシアと結婚する。1977年、アメリカに戻り、大学の学位を得た後、20年近くにわたり、イギリスに滞在、ノースヨークシャーに住み、ジャーナリストとして活動しながら、旅行機などを投稿する。タイムズがアミビジネスンの構成チーフ。 インディペンデント神国内ニュース面不可編集者を経た、後、1987年に報道の分野から退く。1995年、ニューハンプシャー州ハノーバーに移住する。しかし2003年、夫婦と4人の子供たちは再び、イギリスへ戻り、現在は、ノーホーク、ウィンダムに住む。2004年、英賞とヒストリー・オブ・ニアリー・エブリシングで優れた、科学書に与えられる。 アベンティス賞を受賞する。2005年、ダラム大学総長に任命される。2006年、大英帝国勲章を受ける。2015年、ビル・ブライソンの究極のアウトドア体験、北米アパラチア自然歩道を行くが、ロングトレール。として、映画化された。ありがとうございます。